新田義貞は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての御家人、武将。生命は、源義貞。川内源氏義国流新田市本州家の八代目同僚。父は、新田長氏母は不詳。神は、西四した左この江中城。明治15年8月7日、増殖一位。上野国神伝奏の御家人であったが、 現行の乱では、五代醐天皇に呼応して、足利高氏の名代、足利千歳王を総大将とする鎌倉討伐軍に参加する。吉貞の軍はいち早く鎌倉に進行し、東昇寺合戦で鎌倉幕府、北条独創家の本体を滅ぼすという軍港を建てた。五代醐天皇による、兼務申請樹立の立役者の一人となった。しかし、県務新生樹立後、 同じく東幕の貢献者の一人である、足利高氏と対立し、高氏と後醍醐天皇との間で、剣務の乱が発生すると、後醍醐天皇により事実上の官軍総大将に任命される。各地で転戦したものの、箱根や港川での合戦で敗北し、後に後醍醐天皇の息子の常吉親王御子と良親王を報じて、北陸に赴き、 越前国を拠点として活動するが、最後は越前藤島で戦死した。東国の一号家人から始まり、鎌倉幕府を滅ぼして中央へと進出し、その功績から来る重圧に耐えながらも、南朝の総大将として、忠節を尽くし続けた生涯だった。軍記物語、太平記等で、その活躍が描かれ、楠木正成に次ぐ南朝の武将として検証された。 出生と原服、新田義貞誕生地費。新田義貞は、新田市本州家の七代当主、新田長氏の着男として生まれた。義貞の青年については半然としていない。藤島で戦死した際、37歳から40歳であったと言われ、少年は昭安三年前後と考えられている。辻善之助は37歳没、峰岸住夫は弟。 和木や義助との関係から39歳没説を採用している。また、新田正伝記、新田俗夫、里見敬図などの資料は、義貞が同族の里見氏からの養子であることを示唆している。義貞養子説は有力な見解とされているが、従前な確実性には欠けている。義貞が生まれた鎌倉末期までの新田氏は、姓は源氏たる川内源氏の一流であったものの、 よりとの時代から近親として優遇され、法上氏と婚姻関係を結んできた名門として、その名を全国に知られた足利氏に比べ、名声も官位も領地の規模や幕府内の地位もはるかに劣ったばかりでなく、その差は広がるばかりであった。ただし、対立していたわけではなく、鎌倉時代を通して婚姻関係もあり、また、失態の処理の融通などから後期には、神殿家は、 足利家に対して従属関係にあり、剣武の乱以前の吉貞は、高氏の指揮下の一部章であったとする研究もある。また、近年では、日田市本宗家、日田市一門という概念自体が、太平家によって作り出されたフィクションであり、神殿家は創設以来、足利家を宗家とする諸家の一つに過ぎなかったとする、谷口雄太の見解も出されている。 吉瀬田の出生地には三つの説がある。とする。しかし、いずれも特定できる資料とは言えず、定説には至っていない。吉瀬田の少年時代については、現存する資料に乏しく、検証は難しい。吉瀬田の育った上野国信伝層は、気象の変化が激烈で、夏は夕立による雷鳴のとどろきと集中豪雨が凄まじく。 冬は強烈な空っ風が吹き荒れる風土であった。また、戦場地の洗王部分には寒木、草木が繁茂した高額な荒れ地が広がっていて、日体一族が休日などの武芸を鍛錬する練習場となっており、笠掛屋という地名で呼ばれていた。吉佐田は、そのような風土の中で、笠掛屋でキューバといった武芸の研鑽を積み、ト根川で水蓮に励みながら強人に育っていったと、 考えられている。また、気象変化に富む、神殿層での生活が、吉沢の激しい気象と、義理人情に厚い性格を形成したとされる。昭和三年、十三歳で元服したことが、畜後貞経図に示されているが、この資料は信頼性に乏しいとされる。文法二年には、吉沢が、長楽寺再建のため、資料の一部を売却していることが、文書に記述されていることや、 その際に顔を使用していることから、少なくともこの年以前には原服していたと考えられる。新田正義が足利義氏の娘をめとって以降、新田本州家は代々足利本州家当主をエボシ親として犠牲的親子関係を結んだと考えられ、新田本州家の当主は足利本州家の通詞である死を変気として受けており、義定の名前に死がつかないのは、 足利本州家を継承しながらも数年で没したとされる足利高義が当主の時期に元服してその偏記である義を与えられたからだと考えられている。また、吉貞の烏母子親と推定される足利高義は昭和4年頃に足利氏の家督を継いで文法元年に死去したとされているため、このことも吉貞の元服時期を推定する根拠となる。 家督継承と余寮で宮戸の昭和文法2年1月2日、父の朝氏が45歳で死去したことにより、吉定が新田氏本州家の家督を継承し、八大当主となった。だが、吉定が家督を継承した頃の新田宗家の地位は、低かった。新田氏はもともと、河内源氏三代目である源義家の四男、吉国の長子である、新田義重に始まり、 広大な神殿層を開発していたが、吉定の第二は、新田市本州家の領地は、新田総六十郷の内わずか数郷を所有していたに、過ぎず、吉定自身も、無意無感で日の目を浴びない存在であった。加えて、足利氏と比べると、新田氏は、北条特捜家との関係が険悪で、鎌倉幕府から礼遇されていた。文法2年10月に、 吉貞が、長楽寺再建のため、所領の一部を売却した、際の書状が残っているが、それに対して12月に幕府が発給した、安土城には、売り主が、新田、貞吉とも記されており、鎌倉幕府での新田本州下の地位の低さを、表している。セラタ光義吉や大官屋氏など、新田一門の面々も、吉貞同様に所領の一部を売却していた。 本来であれば、手続きの折は、宗家の承諾を得なければならないところだが、宗家の当主である吉定の承諾があった形跡はない。また、現行2年10月に、大立宗氏が、岩礁成形に、一号、沼水の用水掘りを打ち負債だと訴えられた際には、両者は、身体一門であるにもかかわらず吉定を無視して幕府に、裁定を仰ぎ、幕府は再挙状を下している。 また、吉貞は戦術の文法2年に長楽寺再建の際に資料の一部を余量でに宿の宇徳人である大谷道会の娘、由良孫三郎英長の妻に売却している。大谷道会は、北条独創家ともつながりがあり、かつては単純に新田市本州家の経済的衰退と特創勢力の新田僧への進出の一環として返されてきたが、 そもそも一族のセラ電子の菩提寺であっても、新田氏とは関係のない長楽寺の再建に関わる、必要がない。また、前述のように、セラ電子や大立氏も、所用を売却しているが、新田氏本州化の売却が群を抜いていた。そこで注目されたのは、余良殿宿は、長楽寺の門前町で、交通の要所として、当時の北関東屈指の経済都市であったという、事実である。 当時、長楽寺を庇護していた、セラデン氏は衰退して長楽寺再建に積極的に関与できる状況ではなく、そこに目をつけた吉沢が、売り寄進という方法で、余良殿の有力者である、道会を開催させて長楽寺に寄進を行うことで、セラデン氏に代わって長楽寺及び、余良殿宿の庇護者となってその経済的権益の掌握を目指したもので、合わせて、 特捜勢力との関係強化を図ったものであったと見られている。新田本州家による余量電宿の支配は近隣の武士に対して排他的なものではなく、本州家が余量電宿を彼らの経済活動の場として提供し、保護する強制関係を築くことで彼らへの影響力を強めたと考えられている。また、吉定は特捜機関の安藤氏から妻を迎えており、 余量電屋戸の掌握による経済力の強化と特措勢力への積極的な接近を通じて衰退した日田資本集化の勢力回復に乗り出していたと考えられている。幕府への反抗、森吉新王元行元年から始まった元行の乱においては、吉貞は大番役として在京していたが、元寇2年、昭郷元年に河内国で楠木正茂の挙兵が起こると、 幕府の動員命令に応じて、日泰地族や里見氏、山梨といった上野御家人らと共に、河内へ、正重討伐に向かい、千早城の戦いに参加している。吉定は、河内金剛さんの絡め手の攻撃に参加していたが、現行3年、昭郷2年3月に吉定は、病気を理由に、無断で、神殿荘に帰ってしまう。太平記には、現行の乱で出兵中。 吉沢が執事、出事船田吉政と共に策略を巡らし、森吉新王と接触して、北条氏田等の臨時を受け取っていたという経緯を示している。奥富隆行は、森吉新王が、この時期河内にいたことは、疑わしい、文章の体裁が臨時の形式ではないなどの根拠を提示して、これを作り話であると断定しているが、 新王から臨時を受領したことについては完全に否定はしていない。山本隆も太平記の記述にある吉沢宛ての臨時は、定裁が他の臨時と異なり、創作ではないかと疑義を呈しながらも、当時他の東国武士にも倒幕を促す臨時が飛ばされたことから、吉沢が実際に臨時を受け取っていた可能性はあると指摘している。また吉沢は、五代醐天皇と、 森吉親王の両者から臨時を受け取っていたとも言われる。ただし、大平記には、五代醐天皇が吉貞手に臨時を発給した記述はなく、臨時の文章で書かれた領事であったということになっている。吉貞が幕府に反逆した決定的な要因は、新田僧への帰還後に幕府の朝税の死者との衝突から生じたその殺害と、それに伴う幕府からの所領没収にあった。 楠木正重の討伐にあたって、膨大な軍資金が必要となった幕府は、その調達のため、富裕税の一種である、う徳戦の徴収を命令した。同年4月、日田総には、金沢出雲助をやれと、黒沼彦志郎が、西隣の淵瞑想から赴いた。金沢と黒沼は、転役を名目として、6万貫分もの軍資金を、わずか5日の間という期限を設けて、 納入を迫ってきた。幕府がこれだけ、高額の軍資金を短期間で納入するよう、要請した理由は、三田氏が事実上昇悪していた余寮殿が、長楽寺の門前町として妊娠し、富裕な商人が多かったためである。両者の行動はますます増長し、建築の様子を呈してきたため、吉貞の館の門前には急所してくるものもあった。特に、黒沼彦四郎は、 特捜の権威を傘に来て、いたけだかな姿勢を取ることが多かった。また、黒沼氏はもともと隣接する淵瞑想の召喚を務める特捜機関で、セラデン氏の衰退後に、余りおでに宿に進出していたが、同宿を掌握しつつあった日田市本州家との間で一種の強制関係に基づいて、経済活動に参加していた。だが、黒沼による強引なうと徴収は長年、 余両殿宿で培われてきた新田本州家と黒沼白特宗勢力との共生関係を破綻させるには十分であった。また、長楽寺再建の完了時に幕府が楠木合戦の高額な軍資金を要求したことは、多額の再建費用を負担した吉定や余両殿の住民にとっても許容しがたい行為であった。そのため、ついに吉定は奮撃し、金沢を遊兵し、 黒沼を切り殺した。黒沼の首は、余量殿の宿にさらされた。金沢は、船田義政の縁者であったため除名されたと言われるが、幕府の交換であったため、殺害すると幕府を刺激すると吉貞が懸念したとも、考えられている。これに対して、徳捜、北条高時は吉貞に近い枝幸吉の、所領であった、新田総平塚里を、 拒兵した日である5月8日付で長楽寺に寄進する文章を発給した。これは、長勢の死者を殺害した吉沢への報復措置であった。この文書が長楽寺にもたらされたのは、吉沢出発の数日後であったと考えられている。そして、間もなく幕府が神殿討伐へ軍勢を差し向けるという情報が入った。吉沢は、特捜機関。 安藤清州の名を妻としており、彼女を経由して、情報を取得したと推測される。太平記末期十、日田吉貞無本ことつけ天狗西越後勢贅寺の物語では、吉貞は一門、老頭を集め表情を行っていたが、幕府による神殿討伐の情報を得るに至って、幕府との対決の戦略を講じるようになった。最初は、 防戦を方針とした消極的な戦略が練られていたが、弟、脇谷義介の演説が一同を奮励し、積極的な戦略へと方針を転換した、と描かれる。拒兵育種な明人5月、吉貞はついに拒兵した。拒兵の日時については資料によって若干隔たりがある。太平記は5月8日、梅松論は5月中旬、新名教は5月5日と記述している。 知事かずみは、幕府による平塚里の長楽寺への寄進が5月8日で、あることを鑑み5月5日節を指示しているが、奥富高行は朝税視察外など、前後の事象から5月8日節を指示している。山本隆史や峯岸すみおも5月8日節を指示している。また、太平記には、挙兵に際して、うの時に、吉沢はじめに行った一族が、日田荘にある、 幾品明神社等に参集して決起する逸話が描かれている。だが、吉定決起の経緯の記述構成が太平記と類似している神明教には神社で決起する描写がないことから神社での決起は太平記における創作ではないかという指摘がある。この時点で集まった主な面々は吉定に、吉助、大立宗氏とその息子の幸い宇治明、試験。 堀口貞光、枝幸吉、岩章教科、里美義種、桃井久吉らであった。兵の数はわずか百五十機であったが、これは騎馬武者のみを考慮した数であり、徒歩の増票も計算に入れると数倍はいたと考えられる。挙兵した義貞は、笠掛屋に婦人したとされるが、これは太平記、神明教による助術で、梅松論は、余良殿に売って出たと助術しており、 矛盾が生ずる。しかし、矛盾を指摘した山本隆は、当時は、笠掛屋が示す範囲が今よりも広く、余寮殿も笠掛屋の一部であったと推量し、資料の祖語を埋め合わせている。その日のうちに、吉定はまず幾品明神から、北方の笠掛屋に出て、東山道を通って、上野国中央部において幕府方に圧力をかけながら、進み、その晩に、越後国の里見、 鳥山、田中、大井田、羽川といった日泰地族ら越後の先発隊2000機と、利根川で合流した。太平記によれば、彼らは、山伏から吉沢決機の情報を聞かされ、はせ散じたと、される。その後、臼井川を渡って、八幡層に到着し、越後の孔人、甲斐、源氏、品濃源氏の一派などの各地から参集した、軍勢5000機と合流して、 吉沢軍は七千の大軍に膨れ上がった。八幡かそうに総結集して体制を整えると、5月9日に吉沢は武蔵に向けて出撃した。さらに、利根川を渡って武蔵国に入る際、鎌倉を脱出してきた足利高氏の着難千住王と久米川付近で合流した。千住王は5月12日に余領殿で放棄し、吉沢の軍の後を追っていた。 千時王の手勢はわずかに二百であったが、足利高氏の着難と合流したことで吉定の軍に加わろうとする者はさらに増え、各地から兵士が集まり、軍勢の規模は膨大なものとなった。その数について、太平記は二十万七千期、梅松論は二十四万期と言及している。高氏の息子千時王は、鎌倉攻めのもう一人の大将とも言われる存在で、鎌倉攻めの軍勢には、 吉貞と千条、二人の大将がいた。このことから、吉貞の挙兵は、高氏の要請に応じて行われたものだとみなす、解釈もある。9日、吉貞挙兵の法を受けた幕府の表情が、鎌倉で行われた。翌10日に、桜田貞国を総大将、長崎高重、長崎孫四郎左衛門の、加次郎左衛門のを副将とする武蔵、上野の幕府軍が、 鎌倉街道の上の道より入間川へと向かい、その一方で、金沢貞行が、数佐、下佐の軍勢を率いて、下佐の下神戸層に赴いて、新田軍の背後をつく形を取った。小手、差原、奪い河原の戦い部梅河原駅前の新田、吉佐田行った軍は、鎌倉街道を進み、10日に、桜田貞田区に率いる3万の幕府軍と入間川を隔てて退治した。 11日朝に川を渡り小手指原に達し、幕府軍と衝突する。幕府軍は吉貞が入間川を渡り切る前に迎撃する三段であったが、吉貞の方が動きが迅速であった。両者は遭遇戦の形で合戦に及び、夫人の余裕はなかった。戦闘は30回を超える激戦となった。兵数は幕府軍の方が勝っていたが、同様に幕府へ不満を募らせていた。 川越高茂ら、武蔵の御家人の援護を得て、日田軍は次第に有利となっていった。日没までに日田軍は300、幕府軍は500ほどの戦死者を出し、両軍共に疲弊し、吉沢は入間川まで幕府軍は久米川まで一旦撤退して、軍勢を立て直した。翌日朝、吉沢の軍勢が久米川に布陣する、幕府軍に奇襲を仕掛けたことで再度戦闘が発生した。 桜田貞くには、奇襲に対する備えを講じており、奇襲は成功しなかった。幕府軍は、核翼の陣を敷いて、吉貞を挟み込む戦法を取ったが、この戦法を、吉貞は看破し、戦法にかかったような芝居を見せ、陣を拡散させたためてウになった本陣を狙い撃ちに、した。これにより、長崎、梶軍は撃破され、桜田貞くには軍勢をまとめ、 ブバイガーラまで退却した。退却した、幕府軍は再び、ブバイガーラに布陣し、日田軍と決戦を開始ようとした。先日の敗北により士気が下がっていた、幕府軍であったが、そこに、北条や水家を対象とする、新手の軍勢10万機が加わり、士気が高まった。一方で吉沢は、幕府軍に増援が加わったことを知らずにいた。15日未明、 吉貞田は突撃を観光し、15万の幕府軍と激突する。だが、増援を得て持ち直した幕府軍に迎撃され、堀金まで敗走した。本人が崩れかかるほどの危機に瀕し、吉貞田は自ら手勢を率いて、幕府軍の横腹をついて、結露を開き撤退した。もし、幕府軍が追撃を行っていたら、吉貞田の運命も極まっていたかもしれないと指摘されている。 しかし、幕府軍は、過剰な追撃をせず、撤退する新田軍を生還した。太平記には、この合戦における両軍の軍勢の構成や、採用した戦法について、つまびらかに記述されている。敗走した吉佐田は、退却も検討していた。しかし、堀金に敗走した日の晩、三浦市一族の大は吉勝が、河村、戸井、渋谷、 本丸相模国の氏族を統率した軍勢六千期で吉定に加勢した。大田和氏は北条氏と親しい氏族であったが、北条氏に見切りをつけて吉定に味方した。また吉勝は足利一族の公子から養子に入った人物であり、吉勝の行動の背景には、宗家足利氏の意図、命令があったと指摘されている。吉勝の協力を得た吉定は、 さらに幕府を油断させるため、忍びの者を使って、大田は吉勝が、幕府軍に火星に来るという流言品を飛ばした。翌16日早朝、吉勝を先鋒として吉定は2万の軍勢で、奪い瓦に押し寄せ、巨砲を鵜呑みにして緊張が緩んだ、幕府軍に奇襲を仕掛け対象し、北条安江一家は敗走した。吉勝の火星の背景には、おそらく、 足利高氏による六原丹内滅亡の方が到達しており、幕府軍の増援隊の寝返りなどがあったのではないかとも考えられる。いずれにせよ、部外河原における吉定の勝利はその後の選局に大きな影響を与えた。鎌倉への進撃同日、玉川を渡り、幕府の関所である霞の関にて、幕府軍の北条安井へと決戦が行われ、新田軍が大勝利を収めている。 こうして、勢いに乗った吉貞は一気に鎌倉まで攻め上がった。敗戦に次ぐ敗戦で、幕府軍は、鎌倉の防備を固め、鎌倉街道を進軍してくる二十万の日た吉貞軍に対し、金沢貞行を継承坂に、おさらぎさだを、極楽寺坂切り道しに、北条森時を須崎にそれぞれを配置した。さらにどの方面にも援軍がすぐ駆けつけられるよう、 鎌倉中に兵を配置していた。17日に、赤土に1日投流して、体制を立て直した吉貞は、部隊を3体に分割した。吉貞の本体は化粧坂霧道士、大立宗氏と枝幸吉の部隊が、極楽寺坂霧道士方面から、堀口貞光、大島森行の部隊が、小袋坂霧道士から鎌倉を総攻撃する、手はずを整えた。 18日明朝、吉瀬田は村岡、藤沢、片瀬、腰越十軒坂などの54箇所に放火し、味方から攻め入った。しかし、点検に守られた鎌倉の守備は盤石で、部隊を三つに分けての攻撃はいずれも失敗し、一つの部隊も突破することができなかった。極楽寺坂切道氏を攻撃していた大立宗内は波打ち材を突破して、 鎌倉への進路を打開しようとし、成功はしたものの、おさらぎ貞直の迎撃によって打ち死にした。とはいえ、同日晩までに、須崎方面の戦闘において、新田勢の糸口貞光と交戦していた、北条森時は人外していた。一方、宗主の戦死によって、極楽、寺坂方面での指揮系統が失われたため、20日に、吉さは化粧坂攻撃の指揮を、弟、 脇谷義介に委任し、本人を、極楽寺坂西北の征服寺の谷に移し、指揮を取った。稲村ヶ崎突破と鎌倉攻略立ちを海に投じる、新田義貞新田義貞と稲村ヶ崎5月20日夜半、義貞は、極楽寺坂方面の援軍として、稲村ヶ崎へと駆けつけた。幕府側の防備は万全の状態で、稲村ヶ崎の断崖下の狭い通路は、坂もぎが、 海には軍船がそれぞれ配置され、通行する軍勢を射抜けるようになっていた。加えて18日に大立宗氏が稲村ヶ崎突入に成功したことで、再度の侵入を防ぐためにさらにその防備は厳重となっていた。しかし、5月21日未明、吉貞率いる軍勢は稲村ヶ崎の突破に成功した。天文学者、 小川清彦によると、当日の干潮は午前4時15分であり、新田軍はこの頃に突入を観光したと考えられている。現在、稲村が関突破については、干潮を利用して進軍したという認識が広く、浸透している。と小説は、峯岸住夫、山本隆大森金五郎らが支持している。太平記では、吉沢が黄金作りの立ちを海に投じたところ、 竜人がこうして、潮が引く、奇跡が起こったという話が挿入されている。梅松論も、吉貞の立ち投げにこそ言及していないが、同様に、奇跡が起こったことを記述している。竜人が潮を引かせた、という話は客色とみなされているが、吉定の図書とそれに付随した伝説には、様々な解釈がある。山本は立刀1日、竜人規制は虚構であろうと述べている。 5月21日の未明に、稲村ヶ崎で艦長が生じたことは、小川清彦の検証によって証明されている。吉佐賀は、幕府御家人として、鎌倉に在住することも多く、艦長については把握していてもおかしくはない指摘される。一方で、稲村ヶ崎を守備する、幕府軍も、当然そのことは自出し、手配していたと考えられる。峰岸住夫は、太平記や 梅松論の不思議、神仏の過去という記述から突発的な地殻変動や地震といった自然現象が起こり、幕府軍の想像を絶する大規模な干潟が出現したのではないかと推量した。久米国武は稲村が先と将を虚偽であると断定した。久米は和田経図裏書きに書集されている群中城を援用して、河内の武士、三木春連が霊山をよじ登り、背後から 幕府軍を奇襲し、吉定らが鎌倉に突入する道を開いた、という見解を示した。これに影響を受け、三上三次も、官庁漁港説を指示した。高柳工事は、梅松論にある、石高く道細しという記述に着目して、干潟を通ったのではなく、山道を通って鎌倉に突入したと解釈した。また、石進は、 小川清彦の計算記録と当時の古記録との称号から、新田軍の稲村ヶ崎公へ及び鎌倉攻撃開始を、艦長であった5月18日午後とするのが妥当であり、太平記が日付を誤って記しているとする見解を、平成5年に発表している。いずれにせよ、稲村ヶ崎を突破した吉定の軍勢は、稲岡は付近の民家に火を放ち、由比ヶ浜における激戦を繰り広げた。 日田軍は、鎌倉へ乱入し、幕府軍を前後から挟み撃ちにして壊滅させ、鎌倉を蹂躙した。最後の戦場は、火災谷にある、北条一族菩提寺の東照寺に推し、長崎をもうもと、おさらぎさだなお、金沢さだゆきらの奮戦なしく、22日に、北条高時らは自害、鎌倉幕府は滅亡した。5月の幾品明神における挙兵から実に、 半月という迅速さであった。太平記は、幕府滅亡にあたって、吉貞と衆都の安藤清州の逸話を収録している。それによると、吉貞の妻は、父である清州に韓国状を送ったが、これを受け取った清州は、娘の真意であったとしても、吉貞が真の勇士であれば、このようなことをすべきではないと、憤然としてその書状で立ちを握り、滑服して果てたという。 清州は鎌倉幕府特捜機関であった安藤連勝の一族と言われ、吉貞が特捜機関との間にパイプを持っていたことを示唆している。またこの逸話について、清州という人物が実在したかどうかは不明とされているが、吉貞の妻が特捜機関の安藤氏の血縁であったことは資料から確実とされている。太平記は義定を優勝として描く一方、 吉沢に親族の縁を利用して敵を怪獣する狡猾な一面があったことを指摘するためにこのような逸話を収録したとされる。鎌倉選挙後における足利氏との確執、足利高氏像鎌倉を陥落させた吉沢は勝長寿院に本人を敷いた。一方、足利利斗氏王は二階堂永福寺に布陣した。鎌倉陥落後ほどなくして義沢は 後醍醐天皇に幕府を打倒した旨を伝える使者を送らせたという説もある。鎌倉を占拠して、しばらく、吉定は戦後処理に奔走した。各々の武将が吉定へ、軍中上、着刀上を提出し、吉定はそれに対して、赤芝を書いた。諸将への宿の割り当てや、兵卒の喧嘩の仲裁、北条残党の追分にも尽力した。5月28日には、 出事、船田義政が高時の着南法上国土器を捉え、翌日に残首している。7月に入ると、吉貞に八次早に提出されていた、軍中城、着東城が突然途絶える。五代醐天皇が京都に先行し、論功交渉が行われることを知った諸将が、次々と上落してしまったためであった。さらに、無関の新田小太郎であった吉貞よりは、 十五以上ジブ大輔であった、足利高氏の方が、武士の人気が高く、武士たちは、吉貞の下ではなく高氏の子である、千条の下へ集った。高氏が、鎌倉陥楽に先んじて、京都を制圧したという功績も、武士たちの高氏への評価を高める要因となった。他にも、三浦義勝など、足利と関わり深い武士たちが目立つ武勲を挙げた、ことなどもあり、 武士たちは身体よりは、足利へと接近していった。高氏は我が子を支援するため、細川和氏、り春、諸氏の三兄弟を派遣した。鎌倉では、神殿と足利が、互いに手柄を争って拡築する情勢を呈してきた。梅松論は、吉定が細川三兄弟と異いを起こし、鎌倉を去って上洛するまでの経緯を記述している。 鎌倉の街中で武士同士の壮上が起こった。それを鎮圧した細川三兄弟は騒動を起こした原因は吉貞にあると判断し、吉貞を質問した。吉貞は陳弁し、起承文を提出した。事態が収束してほどなく、吉貞は軍勢を引き連れ、鎌倉を去り、上落したというのが、梅松論が伝える吉貞上落の天末である。奥富隆行は、 吉佐田は、この騒動のために、鎌倉に投留したくてもいられなくなってしまい、上落した、峰岸澄夫は吉佐田が対立の激化を回避するために、譲歩して鎌倉を去ったと指摘する。だが、梅松論は、足利寄りの記述が多いため、高氏を擁護するための殉職と推測される。また、鎌倉で起こった騒動については検証できる一時資料は、存在しない。 森茂暁は、梅松論におけるこの騒動とそれに伴う吉沢に、気象分呈室と鎌倉大挙について、鎌倉攻めの先行著しいはずの吉沢が、簡単に鎌倉を退居してしまったのは、鎌倉を落とした軍港が、吉沢よりも高氏に依居するところが大きかった証で、あると言及している。田中大輝は、従来の研究が、新田正義の失脚以来、 新田市着流が足利市着流に従属してきた事実を無視して、吉貞と高氏が最初からライバルであったとすること自体に問題があり、梅松論の記事も単に吉貞に疑いがかかったという話でしかなく、実際には高氏の一敗か同然であった吉貞は高氏に対抗するような状況にはなかったとする。契機こそ定かではないが、現行三年六月、吉沢は、 鎌倉を去り、上落した。吉沢が鎌倉を去ったことで、鎌倉は事実上足利が統治することになり、影響力を浸透させやすい土壌が鎌倉に形成された。これは武家政権である幕府最高の伏線の一つともなった。県務政権下の吉沢五代醐天皇像上落後の8月5日、上位、字幕が行われ、吉沢は14以上二条され、 様之助に任官した。さらに上野守、る越後守、る10月には、針馬守となった。弟の脇屋義助は、駿河守となり、長男の義明も、越後守に任せられ、15以上に助された。同時に、吉貞兄弟はじめにった一族は、多くの所領を配慮したものと思われるが、それを明示する資料は現存していない。 すでに吉沢は30代半ばの年齢に達していたと思われるが、この時期の吉沢の行動を観察すると、あまり資料深い行動が見られず、政治の世界における遊泳術はさほど達者でなかったと指摘されている。県務政権発足後、吉沢は越後国で反乱を起こした旧北条勢力の大河省庁小泉持長らを討伐し、これを鎮圧した。一方、 ライバルの足利高氏は、十三味に除され、武蔵守に任官された上、陳寿不将軍に任ぜられた。弟の忠義は、相模神となった。吉貞が除任された四位と高氏の三位では、運泥の差があり、また国士として配慮した国も、吉貞兄弟が配慮したものは、北条氏の傍流のものであったのに対し、足利兄弟が配慮したのはかつて徳捜が、統治していた国であった。 すでに、神殿と足利の差は、歴然としたものがあった。同年、吉貞は、武者書の長たる、頭人となる。吉明、脇屋義春、堀口貞義、枝幸義、一位貞だまさら、一族の多くも武者書に配された。また、上野、越後両国主護を検体。翌年、針馬守ると、同国主護も検体。以後、左衛門の差。 左平正しなどの感触を歴任。なお、上落の時期から吉貞の使用する顔の形に変化が生じている。この頃、県務政権では足利高氏と森吉親王による製造が起こっていた。梅松論は吉貞が親王、楠木正成、縄長長都氏らと結託して、高氏に対して軍事行動に及ぼうとすることがたびたびあったと記する。 吉沢や新王が高氏に対して軍事行動を起こそうとした旨の記述は梅松論以外の資料には見られないが実際にそのような動きがあったかもしれないと考えられている。新王はやがて高氏の策略によって父の命令により拘束、幽閉される。この時、吉沢は武者書の頭人として新王の捕獲を主導した。一方、田中大輝は 県務政権において、武家の中で唯一苦行の地位にあった高氏が、役職の有無にかかわらず、県務政権の軍事責任者であり、吉貞を武者書の頭人にしたのは、他ならぬ武氏であって、足利氏に田た氏の支配、従属関係がそのまま、県務政権内での所管悲観に反映されたとする。天皇の命令であったとはいえ、 政治的に接近していた新能の捕獲に関与したことは、吉貞の政治的な力量の未熟さ、また宿敵損失との差を示す点として指摘されている。新能失脚後、旗頭を失った宮方が、新たな旗頭に、吉貞を擁立しようとする動きを見せた。源氏の血族であること、鎌倉幕府打倒の武功などの要素から、吉貞に高氏の新たな対抗馬として、 白羽の矢が立った。背景には、新王の代わりに、吉貞を使って、高氏を牽制しようとする、五代醐天皇の意図もあった可能性もある。この時期、日泰一族の昇進が顕著であり、吉貞自身は、左た正しになった。これらの昇進は、吉貞を高氏の対抗馬にしようとする天皇の意図の、傍傷となっている。中仙台の乱と高氏との対立兼務2年7月。 信濃国で、北条氏残党が高時の維持、北条時行を擁立し、鎌倉を占領する中仙台の乱が起こる。この戦乱の中で神殿の暴流であり、吉沢と共に倒幕に、功績のあった岩礁教遺が戦死した。他、日泰一族の鳥山氏政、宗剣、宇治綱、そして大立時成の4人が、足利の与党として、合戦に参戦し戦死している。 新太と足利の清掃が中央で行われている折、日泰一族から四人もの武士が足利の与党として戦い死んだことは、日泰一族が分裂していたことを暗示している。その後代官、鳥山一族は完全に吉佐賀と決別する。また戦死した岩礁教へに至っては、後継者に高氏から所領が交付され、それによって岩松氏は、 足利と主従の関係となった。元より足利よりであった岩松氏だが、完全に足利氏の参加となったことで、吉定は日田氏総領としての面接を損なった。新田と足利の対立は、これらの要素によって一層顕在化してゆくこととなる。とはいえ、吉定は時行が鎌倉を占拠してから、足利軍に撃退されるまでの中、何もしていなかったわけではない。 吉貞の配下である、堀口正士が、時行放棄に際して、背後からの攻撃を計画していた。しかし、彼が越後の武士たちに出兵を催促した時はすでに、時行は、敗れて敗走する最中であった。時行放棄に対し、足利高氏は、後醍醐天皇の直上を得ないまま討伐に向かい、鎌倉に本拠を置いて、武家政権の規制事実化を始める。さらに、 高氏は、日田一族やその与党の所領を、時行劇隊に、武功のあった自分の与党への褒美として紛糾した。吉貞が国史を担当した、上野国の守護職が、上杉のりに与えられたほか、宇都宮文書によると、日田氏の本領である、上野神殿荘までもが、三浦高次に与えられた。鎮圧後、高氏は、 死なので、北条の残党が旬動しているという口実を設けて、朝廷の帰境命令に従わなかった。さらに、北条の残党が軒並鎮圧されると、今度は、吉佐だと、家たちが自分を残疎していると主張し、鎌倉に名を止まった。相上合戦と、高氏討伐の決定、太平記によると、10月に高氏は、細川和氏を使者に立て、 君足の官として、吉貞を中罰することを趣旨とした、相状を提出した。高氏相状は、このようなものであった。これらの根拠から、吉貞を、君足の官でありと非難し、大逆のもとであるから、吉貞中罰を行うよう進言した。一方、吉貞は、これらの非難に対して、明確に反論した、相状を、すぐさま提出した。 吉貞田総長は以下のようなものであった。これらにより、高氏にこそ非があると主張し、天地の相入れざる罪なので、高氏、忠義兄弟を逆賊として中罰する許可を求めた。高氏による吉貞への非難は抽象的であるのに対し、それに対する吉貞の反論は具体的で、なおかつ、足利の森吉親王殺害に言及していることも、 あって、吉貞の相乗の方が、朝廷に対しての説得力を持ち得たと考えられる。しかし、太平記における御氏と吉貞による、互いの非難は、創作に過ぎないとの見方もある。太平記では、この時傍門清忠だが、八逆の罪は軽くなく、森吉新王の殺害が事実ならばその罪は、免れがたいとし、高氏中伐を促す発言をしたが、まだこの時点では、 森吉親王殺害が明確になっていなかったため、そのまま調議は終了したという。しかしその後、森吉親王殺害に立ち会った女房の証言で、忠吉による親王殺害が事実と判明したほか、忠吉が赤松のリ村、那須スシアド、諏訪部ワベタスクエ、コウミネ長永田京、康ス田タシロアキ諸国武士に、 吉貞討伐を促す劇文を後半に送っていたことが判明する。信濃の市川金貨道の区の伊賀森光などに至ってはこうして拒兵した。こうして、長儀は一気に高氏中伐の流れに向き、11月8日に天皇は吉貞に高氏、忠義追悼の戦時を発する。この時、義沢は五大五邸から二式のお旗を賜った、と太平記は記述する。 奥富高行は、太平記におけるこれら一連の相乗合戦の記述から、まだ森吉新郎殺害が明確に知らされていない中で、吉貞が迅速にこれを察知したこと、弾劾状を突きつけられたときに、まるであらかじめ弾劾状を突きつけられることが分かっていたかのごとく、即座に反爆の相乗を提出できたことは、足利高氏。 忠義兄弟の側近に、日田側への内通者がいた可能性があると分析している。なお、田中大輝は、この討伐軍の大将任命こそが、還元2年の日田正義の失脚以来続いてきた、足利し着流と日田氏着流の支配、従属関係を終焉させ、日田氏着流が足利し着流から自立した瞬間であるとしている。 高氏討伐と敗退事実上の官軍総大将となった吉定は上将軍として、御子両親王を奉じ、脇や義助、吉春、堀口貞光はもとより、千葉貞種、宇都宮金綱、武田市、川越市などの東国勢、大友市、大内市、小東市、佐々木市など西国勢などを率いて、東海道から鎌倉へ向かい、軍勢は10万以上に膨れ上がった。 途中、東海道と東山道、軍勢を二手に分けて進軍した。同じ頃、北畠秋家も、道の区から手勢を率いて、進軍を開始する。東海道、東山道、道の区の三方向から鎌倉をつき、足利兄弟を打ち取るという作戦であったが、この大規模な軍勢は、統率を書いていた。形式上の総大将である御子と両親王の、 周辺には、側近の区下たちがおり、彼らは、口うるさいだけ、の存在であった。加えて同時に進軍した、北畠昭家は、十二鎮守不将軍であり、十四以上の吉貞は、立場上昭家に、指図できなかった。そのため、指揮系統が混乱してうまく連携が取れず、吉貞は昭家よりも早く軍を進めてしまい、攻撃のタイミングを逃したばかりか、足利側にとっては、 兵をまとめて出撃するだけの余裕を与えてしまう。早すぎ、かつ遅すぎる進撃速度であった。足利尊氏は躁つの気質があったとされ、義貞と秋家から討伐を受けた。この時は森吉親王を殺害した。後悔やその食材恩人である。後、醍醐帝に歯を向ける。背信行為などからうつ状態にあり、頓性しようとする有様であった。そのため代わりに。 忠義が軍備を開き、軍勢をまとめ上げて出撃する。出撃した足利勢は、11月25日に、三河国安区で激突し、矢作川の戦いが生じた。この戦いでは、新田軍が矢作川を渡ってきた足利軍を破って勝利した。その後、闘進して追撃する新田軍を、足利軍は、駿河国で迎撃するが、ここでも敗北する。 日田軍は官軍であり、足利軍の兵士たちの中には、朝敵の楽輪を押される恐怖から、日田軍に投降する者も,も多かった。敗退を重ねた足利軍は、箱根の水のみに陣を構え、日田軍の攻撃に備えた。同時に、忠義や足利軍の主要武将が出家を起としていた、高氏を説得し、高氏は本意して出撃する。なおも進撃した義貞は、 箱根、竹下で、足利勢と三度激突する。吉沢は、箱根を越える道を二手に分かれて行動することを計画した。吉沢は、足利軍は、箱根山の南を通り、湯本へつながる本堂の方に、重点的に守備を固め、本軍をこちらに置くだろうと考え、本体七万をこちらに向かわせた。一方で、箱根山の北を通る道は、絡めての道であり、 南側の謙信な道と比べると平坦で通りやすく、こちらには弟の脇や義介に指揮権を任せ、御事両親王と側近の公家たち、合わせて7000の軍勢を進軍させた。しかし、鎌倉目前まで攻め込まれ、後がなくなった足利軍は、軍勢のほぼ大半を出撃させてきた。その数は20万以上にも及び、さらに、 これだけの大軍ではアイロである南側の本堂では展開しづらいことから、そのうち、芝高常、時来園ら18万近くが平坦な絡めて道の方へ向かってしまった。吉佐田本隊と激突するのは、忠義が率いる6万程度の軍勢であった。その上、新田軍は士気が低下しており、吉佐田も陣頭に立って突撃することはなく、 後方に構えて生還しているばかりであった。一方、絡めて道を進んだ脇や義助らは大勢に無勢で苦戦を強いられていた。そんな折、説得に応じて前線に戻ってきた高氏が指揮を取るようになった。これによって足利軍の指揮が高揚し、形勢は一気に足利軍に有利となり、12月13日に新田軍は総崩れとなった。 天竜川とか敗退した吉沢は、いずれ軍勢を立て直し、さらに西へと逃れる。途中、天竜川にて橋を架けて渡る。梅松論によれば、吉沢は三日のうちに橋を作るよう命じ、橋が作られるとそれを渡って西へ逃れた。全軍が橋を渡った後、追撃してくる足利軍がこの橋を渡れないよう。 橋を切り落とすべきであると吉貞の部下が提案するが、吉貞は、橋を切り落とすのは確かに軍略の一つだが、敵の追撃に対する焦燥から慌てて橋を切り落として逃げたと思われては松台までの恥である、として、橋を切り落とす提案を受け入れなかった。足利勢はこの話を聞き、吉貞の態度に感服した。また、世間も、吉貞の潔さを称賛した。 源の武志衆にも、ほぼ同様の記述がある。一方で、大平記は、橋を架けてその上を渡ったところ、綱がちぎれて、橋が壊れ、吉貞と部下達が川に流されそうになったが、吉貞は、船田義政と手を組んで対岸へ飛び移り、他の部下たちも同僚に助けられて無事川を渡り切れた、という話を載せている。梅松論は、のと、平記は、 吉沢主従の思いやりを強調し、叙述しているとされる。また、梅松論も、太平記も、双方、吉沢は部下達を先に渡らせ、自分は最後に橋を渡ったと記述している。吉沢が武士としての恥を強く意識した背景には、朝廷から派遣された軍勢の大将という立場が、大きく働いていたとみられる。また、太平記、 梅松論の双方が記述した部下に先を行かせ、最後に自分が橋を渡るという行為は、既存の道義や秩序が崩壊しつつあった、この時代において、あるべき武士の姿を描き強調しようとする、書き手の意図があったと考えられている。京都での構想吉貞は12月30日に帰京した。しかし、吉貞を追撃する高内が、八九の勢いで京都まで攻め上がってきていた。 年が明けると、京都の派遣をめぐり、孫氏と五代五帝配下の諸将の間で激戦が始まる。帰京後も、吉貞は高氏討伐の全軍指揮官の地位にあったらしく、太平記には1月に吉貞が各所に軍勢の配置を行っている記述が見られる。最初のうちは、まだ総大将である高氏、吉貞らが陣頭に姿を現さず、小競り合いが続いたが、 やがて高氏に合力して、三人道から進撃してきた軍勢と高氏の本体が合流する。さらに、中国、四国地方の軍勢を急合した、細川ただし全軍もこれに合流した。10日、淀川近辺で両軍は激突する。この戦いは、吉シの敗北に終わり、五醍五帝は先行し、吉シもこれにぐぶした。京都は、 足利カ氏の軍勢に占領されることとなった。だが、欧州より登ってきた北畠明家が京都へ到着することで、この形勢が逆転する。13日に両者の軍勢が合流すると、両軍は足利側の恩情寺を攻撃し、陥落させる。16日には、足利忠義の軍勢に正面から突撃を観光して蹴散らし、さらに、 コウモロナオの軍勢までも破り、余生を買ってそのまま京都に攻め上り、落中を制圧した。しかし、直後の市街戦において、細川ただ自然の知略に翻弄されて敗退し、京都奪還は失敗する。これらの京都奪還をめぐる戦いの中で、吉貞は船田吉政をはじめ複数の重心を失った。船田らが戦死した場所、時期については、恩城寺攻略時とも、 京都での細川忠自然との死外戦の時とも言われる。また、果敢に京都に攻め入りながら敗北した吉瀬田と、その吉瀬田を手玉に取り、地望を用いて敗退させた、細川忠自然を、京都の市民はそれぞれ工具、長領に例えた。これに前後して、吉瀬田が北国へ闘争を企てているという風文が、足利軍に流れる。この風文に対して、足利忠義は、 若さの本郷やス密に対して落ち延びる義貞を討伐するよう促す文書を送っている。この文書において、忠義は義貞を落ちうどと表現し、敗北者のように扱っている。義貞の方は、20日に東山道を通って、鎌倉から引き返してきたミコ両親王の軍勢に万と合流した。十八日、ヨ貞は、楠木正キ北畠秋江、名長年、 しぐさただあきらと共に、京都へ総攻撃を仕掛ける。この合戦は30日まで続いた。この合戦の結果、高氏は京都を追われ、五醍五帝が京都を奪還する。この合戦の最中、吉貞は鎧を脱ぎ捨てて、高氏に木内を挑もうとしたが、果たせずに終わった。合戦は、楠木正成の策略と奇襲によって、五醍五帝らの勝利に終わり、 京都の奪還には成功したものの、高氏、忠吉兄弟ら、足利軍の主要な武将の支給を上げることはできなかった。敗走する足利軍は丹波を経由して摂津まで逃れた。足利軍はまだ最上落を諦めず抵抗を続けていたが、2月11日に吉定らは摂津国と島河原の戦いで破った。足利軍は九州へと落ち延びてゆく。吉定は ス王国の吉川サネツネに敗走する高氏を討伐するよう要請した。しかし、サネツネは直後に高氏から勧誘され、高氏側に組みしてしまった。そのため、吉貞の要請は無視されたものとみられる。吉貞は足利軍を打ち破った功績により、2月に正4位下に少女、左近の江中将に潜任し、ハリマ守を兼任する。 楠木正成による吉貞中伐の提案。楠木正成像、梅松論には、五代五帝の軍勢が、足利軍を京都より駆逐したことに前後して、楠木正成が、新田義貞を中伐して、その首を手土産に、足利尊氏と和睦するべきだと天皇に、相乗したという話がある。その根拠として、正成は、確かに、鎌倉を直接攻め落としたのは、 新田義貞だが、鎌倉幕府東幕は、足利高氏の貢献によるところが大きい。さらに、義貞には、人望、徳がないが、足利高氏は、多くの諸将からの人望があち、九州に、高氏が落ち延びる際、多くの武将が随行していったのが、高氏に徳があり、義貞に徳がないことの証である、というものであった。正しのこの提案は、 梅松論にしか記載されておらず、事実かどうかは不明である。しかし、歴戦の武将であり、ゲリラ戦で相手を翻弄する手段を得意とし、洞察力に長けた正しげは、純粋に武将としての器量として、吉沢よりも高氏を高く評価していた。加えて、吉沢と正しは、相性があまり良くなかった言われる。 吉祥は、京都の軍勢を構成する寺社の首都や、その滝内の武士たちとは、関係が薄く、太平記などに描かれる吉祥は、鎌倉武士こそを、理想の武士とする傾向があり、彼らへの理解に乏しかった。河内国などを拠点に活動する正重は、この点において、吉祥と肌が合わなかったと考えられる。一方で、高氏は寺社への所領寄進などを吉祥よりも、 はるかに多く言っていて、自社勢力や機内の武士との人脈も多かった。吉定よりも、高氏の方が理解できる、高氏の方が得があると正主が判断しても、おかしくはないと考えられている。この提案は、天皇側近の公家たちにはいぶかしがられ、また鼻で笑われただけであり、にべもなく却下されてしまった。張りませめ九州へと落ち延びる途中、高氏は、皇后院から院前を得る。 新田義貞の討伐を促す趣旨であった。高氏はこの院前を根拠に各地の武将に自分に合力して、義貞を打ち取るよう促す。一方、義貞は高氏を追撃し、その途上にある赤松延伸の拠点である針馬を攻めることになるのだが、この際、義貞の出兵に遅れが生じた。この遅れた出兵について一説には、 吉瀬田はこの間に病に罹患していたのではないかとされており、奥富、峰岸らがこの説を指示している。病名は怒り病という名のマラリア性の熱病であったという。いずれにせよ、吉瀬田の出陣には遅延が生じ、枝幸吉と大立氏明が先発隊としてハリマもむくこととなった。吉瀬田本人がハリマと出陣したのは3月30日のことであった。 一方、高氏は、たたら浜の戦いで解消し、着実に九州で戦力を増強して巻き返しつつ、あった。吉貞は、赤松遠伸のこもる白旗城を攻撃し、弟の脇谷義介が、三井市城を攻めることとなる。しかし、吉貞は、赤松攻めに手こずり、いたずらに時間を浪費してしまうこととなる。先発した、枝幸義と大立氏名は、3月6日、 迎撃してきた赤松軍相手に、針馬諸社山で解消を収めるが、その後10日余りここに泊まり、小詰めの部隊の到着を待った。その後、宇都宮金綱、白井冬綱、菊池武志清などが合流し、軍勢が数万に膨れ上がると、一気火星に赤松軍に攻撃を仕掛けた。劣勢となった赤松軍は、白旗城で牢城戦の構えに出た。 城にこもる遠信は、偽りの幸福の使者を送るなどして、新田軍を欺き、時間を浪費させるとともに隙をついて、発起場内に兵糧などを送り込むことに成功する。この時、吉貞はまだ京都におり、針まで指揮を取っていなかったが、太平記は、吉貞自身が遠信の巧妙な策に引っかかったと記述している。到着した義定は、遠信の策略に、枝。 大官らが翻弄されていたことを知り激怒する。そして、白旗城を包囲して、猛攻を仕掛けた。しかし、遠心はよく持ちこたえ、なかなか白旗城を陥落させることができず、50日近くも、時間を費やしてしまった。攻めあぐねている中、弟の脇や義介が、かつて、鎌倉幕府が、楠木正成のこもる、金剛山攻めにてこずったことが滅亡の原因となった。 事例を引き合いに出し、別動隊を編成して、備前、針間の国境にある、船坂峠へ攻め込ませるよう提案した。吉佐賀は、この提案を受諾。別動隊が、船坂に差し向けられることとなった。船坂へ進軍した日田軍は、小島隆則と連携して、芝氏よりの軍勢を破って船坂峠の突破に、成功、さらに、 大枝氏常の軍勢がその勢いでビ中まで、進撃して、福山城を制圧、枝幸吉の部隊も奈義城、能、仙城、菩提寺城の三城を陥落させて、三まさかにまでなだれ込んだ。その後、脇屋義助は、柴氏よりが籠城する、三井市城の攻略に着手する。赤松延伸が籠城する、白旗城にも、依然として攻撃が加えられていた。しかし、 この二条はよく持ちこたえ、新田軍は容易に落とすことができずにいた。吉貞が白攻めに時間を浪費しているうちに、九州で巻き返しを図った足利高氏が、再度の上落を目指して西から投進、5月1日には、五福島に到着した。吉貞の張り混ぜ目もここに終わり、吉貞は、再度、足利高氏との決戦に及ぶこととなる。正重との合流。 港川の合戦港川の戦いにおける、吉佐田の夫人、新田吉佐田、生田林の戦いにおいて、小山田光家、新田吉佐田の身代わりとなる5月18日、進撃してきた足利軍と新田軍はまず福山で、合戦に及ぶ。この合戦で、新田軍は敗れ、吉佐田、脇屋義助、大田氏根らは摂津まで退却する。 さらに進撃を続ける高氏を迎撃するため、吉貞は、楠木正重と共に迎撃することとなった。24日、吉貞は、正重軍と合流した後会見し、正重から朝廷における議論の経過を説明された。太平記によるとその夜、吉貞と正重は組み交わし、それぞれの胸の内をとろした。吉貞は、 さきの戦で高氏相手に連敗を喫したことを恥じており、高氏が大軍を率いて迫ってくる。この時にさらに逃げたとあっては笑い者にされる。各なる上は、勝敗など動外視して一戦を挑みたいと内情を発露した。吉佐田は、鎌倉を攻め落とすという対抗を成し遂げたため、その期待から高氏と討伐における、天皇方総大将という過重な重荷をにわされた。そのため、 ずっと常に世間の注目を受けていて、それをひどく気にせざるを得ず、箱根地区下での敗北、張り混ぜへの地産、白旗城攻略の失敗などについて、吉貞は強い自責の念を感じていた。この吉貞の真珠のトロに対して、正重は他者のそしりなど気にせず、知りくべき時は知りくべきであるのが、了承のなすべきことである。北条高時を滅ぼし、 高氏を九州に追いやったのは、吉定の武徳によるものだから、誰も侮る者はいないと言い、玉砕覚悟の吉定を慰めると同時にたしなめた。しかし峰岸澄夫は、周囲の悪評や恥にばかり固執して、勝敗を度外視した一戦を挑もうとする吉定の、顔面さに、同情したが同時に落胆もしたのではないか、と分析している。吉定は、翌十五日の港川の合戦において、 和パクの西南にある和田岬に本陣を置いた。この陣立ては不思議な陣立てであったと言われる。南から上陸してくる足利軍の軍船に背中を向けるばかりか、北に陣取った楠木正重と脇屋義介が撃破されてしまうと、東西南の三方向が海に面している和田岬は足利軍に完全に包囲され、大路を塞がれてしまう形になる。義佐はあえて、 海水の陣を敷いて、配下に、決死の覚悟で合戦に挑むよう促したと、推測される。合戦の数勢は、まず、足利軍戦方が京島に上陸したが、脇屋軍に全員打ち取られた。これを見た足利方の細川水軍は、新田軍のいない東の海岸に上陸しようと、移動したため、軍勢の大半がこれを追って移動し、吉沢、続いて、正重も移動する。この時、 手薄になった和田岬に足利軍主力が上陸したので一方遅れて移動していた楠木軍は港側へ引き返す。新田、楠木の両軍は分断されて正重は港側で自害した。吉定は先頭に立って東側に上陸しようとする細川水軍こそ高氏の本体だと誤認していたようだが実際には高氏は和田岬へと上陸した。 最高尾の軍船に乗船していた。高氏の奇襲作戦は走行したが、港側合戦における、正重義貞の敗北の何よりの原因は、兵力の高にあるとされる。太平記においては、正重義貞共とに、敵は勢いに乗りた軍を率いているが、一方我々の軍勢は疲弊して、人数も少なくなっていると語っている。また、 吉沢と正重の間に戦術面における連携の不備があったとも言われる。ただし、港川の合戦の本戦は、西宮付近に上陸しようとした細川水軍を破り、幾多の森を背に布陣した新田軍と上陸した忠義軍と合流した高氏軍との間で戦われた。太平記によると、新田軍は一番に大貫史、秋枝幸吉、 二番に、中野院貞平、大井殿、里見、鳥山。三番に、脇谷義介、宇都宮金綱、菊池武式、河野、土井、徳能が、足利軍の足利軍の足利忠義、河、上杉、平、石刀と激しく戦った。吉貞は、これ吉貞が自ら当たるべきところなりと、高氏の本軍と激突した。太平記は、この合戦を、良子。 二流の戦い、新田、足利の国の争い今を限りとぞ見えたりけると評し、激しさを加烈を極めた。ただ、数の違いは明らかであり、ついに、新田軍は、幾多の森を突破され敗れた。吉沢は、敗戦農耕となりながら、馬が、無数の矢を受けて倒れても、なお立ちを振るって奮戦し、自ら殿を務めた。しかし、小山田光家が馬を失った吉沢に、 自分の馬を与え、それに、吉貞を乗せて戦場から離脱させた。そして、吉貞は戦死を免れたが、後家は彼の身代わりとなって、内死にを遂げた。天皇の裏切りと北陸落ち港川での敗戦の方を聞き、宮方は5月27日に東坂本の比叡山に先行する。吉貞の軍勢は港川での敗戦などにより死産して六千機にまで、 減少していた。吉貞は、大江等半分に本人を置いた。29日には、足利方によって、京都が占領される。6月14日に高氏は、黄金条項を報じて、京都当時に入り、五代五帝、吉貞と睨み合った。以降、6月から8月にかけて、京都をめぐる攻防が展開される。6月20日には、 足利法の西坂本の総大将である孔子宮を激戦の末捉え、延暦寺の大衆に引き渡して処刑がなされている。しかし、楠木正成は、すでになく、欧州の北畠明家も妨害によって、活性に来るのが困難であり、吉下原は劣勢に立たされていた。さらに、この攻防戦の中で、宮方で水曜な地位にいた、名は長年、千草忠明が戦死した。 義貞は小笠原貞宗と戦ったり、義貞自身は矢を高氏のいる当時へ打ち込み、高氏に再び一気打ちを処望して、誘い出そうとした。高氏も奮起して、これを承諾しようとしたが、上杉重義に、その軽率をたしなめられて思いとどまった。義貞は高氏と私有を決しようとしたが、高氏の首を取ることも、京都の奪還も叶わずに終わった。同時期、 高氏の弟忠義は、比叡山、東坂本への領土を立ち、宮方を追い詰めていった。また高氏は、五代五帝との和平工作に着手した。五代五帝もこれに応じた。新太一門の枝幸吉、大立氏名もこれに応じていた。しかし、義貞には、秘密裏にこの和平工作が行われていたことは、知らされていなかった。義貞は事実上、 天皇から切り捨てられる形となった。吉貞たちがこの和平工作が行われていることを知ったのは和議を結ぶために、比叡山を出立して、京都に向かおうとする。その直前、当日の10月9日であった。吉貞は、当院下流から事情を知らされてもすぐに信じることができなかったという。枝、大官の行動に疑問を感じていた、吉貞の部下 堀口貞光がこの事情を知って、比叡さんの代理にすぐさま駆け上がると、天皇はすでに出発直前であった。貞光は、法蓮の長いにすがりついて、なぜ吉貞の多年の功を忘れ、大逆武道の高氏に心を移されるのか、日泰一族の忠説があるにもかかわらず、味方が敗戦続きなのは、帝の徳の不足である、さらには、日泰一族を見捨てて、 京都へ帰還するのであれば、吉佐大会一族五十四人の首を跳ねていただきたい、と目に涙を浮きながらも、五大五帝の無節操を非難して訴えた。すでに、鎌倉幕府の倒滅以降、日泰一族の戦死者は百三十二人、老中の戦死者は八千人を超えていた。それから間もなく、吉佐がたちも三千騎機を持って駆けつけ、五大五帝は、新田の軍勢に包囲された。この時、 義貞や貞光をはじめとする日泰一族の怒りは爆発寸前であったが、義貞は怒りをどうにかして抑えていたという。五代五テーラは義貞や義助らを呼び寄せて、日泰一族の功をねぎらい、和儀を結んだのは、計略であり、それを義貞に知らせなかったのも計略が露呈して、頓挫することを防ぐためだとしたが、貞光の信玄で過ちを悟ったと取り繕った。 対して義貞は妥協案として自分に常吉親王、御子と親王を衰退させて北国へと下校させてほしいと提言した。義貞の軍勢が五大五帝を包囲したことはクーデターである可能性もあるとも解釈されている。義貞の提言の結果、宮方は北国へ向かう義貞、常吉親王、御子と親王の軍勢と、 五醍五帝に付き従う軍勢の二つに分裂した。五醍五帝による、日泰一族キリステと高氏との和睦は、太平記にしか見られない記述であり、創作の疑いもある。しかし、宮方がこの日を契機に分裂したことだけは確かである。日泰一族の大半、当院サネ千葉貞ダ、ね、宇都宮康史富士は吉貞に随行したが、大田知事、秋田、江田幸吉、 宇都宮金綱、菊池武俊らは、後代五帝に随行した。10月10日に出立した吉貞は両親の男の吉明、弟の脇屋義助と共に、北陸道を進み、鶴賀を目指した。比叡山を離れ北へ下校する際、吉貞は、日吉山農者に立ち寄り先祖伝来のおにぎれたちを奉納している。吉貞らは13日には、鶴賀の家飛車へ到着し、 ケヒ大宮グのケヒやサブローが三百機で迎えられ、金ヶ崎城に入った。本福寺石書によれば、吉佐大行は、大見国片田まで赴いた後そこから船で海津まで行き、鶴ヶへ下って行ったという。道書によれば、吉沢は、その道中、片田で足利軍の追撃を受けた。鶴ヶまで落ち延びる吉佐大行は、途中も吹雪に襲われ、多くの投資者を出したことが、 梅松論や太平記に記述されている。しかし、義沢一行が猛吹雪に見舞われた場所が、太平記は、木目峠、梅松論は、荒目山となっており、情報にそごが生じている。太平記によれば、芝高常が待ち伏せをしていたため、潮津から東に向かい、板鳥を経由して西へ回り、木目峠を越えて、鶴ヶへ至る遠回りの道を選ばざるを得なかったという。 この年は通年に増して、寒さが厳しい年であることが、樹木の年輪から分かっており、降雪にはまだ早い時期でありながら、山中の積雪、降雪は著しく、吉佐田の鶴ヶまでの童貞は苦難を極めた。吉佐田らが東へ進路を取ったのは遠回りをしたのでは、なく、その延長線上にある越前国府を目指し、そこを拠点とするためではなかったかという見解もある。しかし、 越前国府はすでに、足利法の柴田勝根に支配されていたため、西へ進路を変え、敦賀へ向かうことになったのではないかと推定されている。金ヶ崎城に入った、新納一行は、各地の武士へ、高氏らの討伐を促す臨時を送っており、結城宗弘に送られた臨時が結城家文書に現存している。 10月15日、吉定の長男、吉明は、越後へ向かうために出発し、弟、脇谷義介は、宇流補への火星に向かった。吉定は、北畠明へと連携して、足利高氏に対抗するが、北陸地方は、越後を除き、日田氏の政治力が弱い地域であったため、吉定は、その統治に苦労した。吉定が、越前にて、 周辺の武士らに発給した文書は見られない。影響力の大きい自社勢力と関係を深めた、形跡もない。吉定の越前における地盤固めが難航したのは、越前国府を抑えられなかったことによる弊害だと、言われている。金ヶ崎城攻防戦と、落城横笛を奏でる新田吉定金ヶ崎城は、吉定入城後、間もなく、足利軍の攻撃を受ける。 金ヶ崎を出発した吉明と脇屋義助だが、宇流保つが足利高氏が出した偽の臨時に騙されて足利側に転じていた。穂の弟たちがこのことを吉助に知らせたため、吉助、吉明は宇流勢の課税を諦めて金ヶ崎城へ引き返した。この際、吉助は脇屋義春を宇流三兄弟に預けて保護を頼んでいる。また、 うるうたもつ離反を知らされたことによって軍勢は動揺し脱走者が続出、金ヶ崎城出発時には三千聞いた吉助、吉明の軍勢は最終的に十六機にまで減ってしまった。さらに金ヶ崎城にまで引き返すとすでに城は柴高常らの軍勢に包囲されていた。クルーともが検索した奇襲によって吉助、 吉明は16機で敵中へ突入して、金ヶ崎城へ帰還することに成功した。またこの際、吉佐野も味方が奇襲を仕掛けたことを即座に察知して、木内から800機の手勢を差し向けて、芝軍を拡乱させ、奇襲成功に貢献した。この時の芝高津根の軍勢は、寄せ集めの右毛の衆であり、統率を書いていたため、吉助、 義明の奇襲にあわてフタメキ同士討ちまでした末に、死産して逃走していった。一度は、足利軍を迎撃した、義貞たちには、束の間の休息があった。10月20日、み琴領、常吉両親王、義貞、義ょ当院納、よよらは、鶴川に船を浮かべ行き見をした。親王やおのののくげ、武将たちが得意とする楽器を奏でたと言われ、 吉佐田は横笛を奏でた。敗北した足利軍は、再度軍勢を束ねて、1337年1月18日に、金ヶ崎を攻めた。皇子体を総大将とし、柴高常の他に、二木より小笠原定宗、今川より貞、細川より春ら六万の大軍も差し向け、さらに海上にも、水軍を派遣して四方から金ヶ崎を包囲した。 足利軍は総攻撃を仕掛けるが、最初は吉沢たちが優位な形勢にあった。さらに、一度は足利についた宇流保持が包囲して吉沢に味方した。金ヶ崎城を包囲していた芝高常の軍勢は吉沢と宇流保持に挟まれてしまうこととなった。さらに、足利軍へ兵糧を補給する中継地であった新前工事城を、 ウリュうたもつが陥落させることに成功した。しかし、金ヶ崎城の兵糧は日に日に着きて行き、城中は飢餓に襲われた。太平器は死人の肉すら食べた。梅松論は兵糧が尽きた後は馬を殺して食料にした。城兵たちは上から生きながらにして鬼となったと、その生産さを叙述している。1月12日に、ウリュうたもつとその、 弟たち、里見と清志らが、蕎麦山城から兵糧を、金ヶ崎城へ運び込もうと向かったが、足利軍に察知されて、今川より定に迎撃され壊滅、宇宙兄弟、里見と清志らは戦死した。2月には、新田軍は木内から出撃し、足利軍の背後にいる、蕎麦山城の脇屋義助をはじめとする諸将と、連携して、足利軍を攻撃した。 しかし、風雪の激しさからか、同時に攻撃することができなかった。この間、吉貞は、越後の南部重貞に、救援の要請を出していたようであり、2月21日に、重貞から吉貞の元へ中心状が送られている。3月5日から、足利軍による最後の攻撃が行われ、翌6日に、金ヶ崎城は陥落する。落城に際して、 吉明や、御子両親王は自害、常吉親王は捕虜となった。吉定は、前日の夜に、当院佐根よらと共に脱出したと、太平記には書かれているが、激戦の中、二人の親王を置いたまま脱出したことについては、吉定が、本当に、そのような行動をとったのか、真偽を疑われている。また、吉定は、金ヶ崎城と、 ソマヤマ城を往復して、指揮を取っていたとも言われており、2月に、金ヶ崎城を出て、ソマヤマ城にいる間に、金ヶ崎城が落城してしまったのではないかという、見解もある。いずれにせよ、吉貞が落城の折りなんを逃れて生き延びたことは、事実であった。北畠秋家との連携失敗、北畠秋家足利高氏が落城直後の3月7日に、一式の隆二と、 島津貞久に宛てた、ご教書には、吉貞大かことごとく、新田勢を中抜した、という記述がある。高氏は、吉貞をこの戦で打ち取ったと思い込んでいたがほど、なくして、吉貞が生き延びたことを知った。越前の南朝勢力への攻撃は以前と比べると、激しくなくなり、新田一族が再び勢いをつけてゆくことになる。高氏は、南朝勢力のうち、 吉貞や彼が報じた二人の親王のいる越前に最も兵力を割いていたが、これは二人の親王を報じて、さらに多数の公家を随伴させている吉貞の勢力が自分に敵対する政治勢力として規模が大きく、京都に近い越前を根拠地としていることも合わさり、南朝の勢力の中で最も脅威になると、高氏の目に映っていたからだと考えられている。しかし、 金ヶ崎城が陥落し、二人の親王がそれぞれ違い、あるいは捕虜となり、吉沢と離れたことで、この脅威が払拭され、越前攻めの勢いは衰えた。3月14日、吉沢は佐々木忠枝を越後守護大に任命する。金ヶ崎城を失った吉沢は、苑山城を拠点とし、悲惨していた日田軍を急行して、足利に対抗する。弟義は、 越前国三峰城を拠点とし、足利軍を建成した。8月になると、欧州の北畑秋家が上落の戸に着く。途中、吉貞の次男、新田義之と南朝に帰参した北条時行がこれに合流する。翌延元3年、秋家は上杉範明などを退け、西へ八区の勢いで進軍した。五代五天皇は各地の南朝勢力に対し、 秋キの挙兵にこうして決起するよう促した。ソ山城の吉貞は2月に柴田勝根をサバで破り、越前国府の攻略に成功する。太平記ではこの方が越前中に伝わると、足利法の出城ロ73が降伏を申し出たという。また、伊予の王冠氏明キ丹波の枝幸吉らもこうして決起し、京都の足利軍を包囲して、 一斉攻撃により殲滅するという構想であった。しかし、吉佐田秋家らが円滑に連携することはできなかった。1月に、青野原の戦いで、時来園、河茂露布由に解消した秋家は、震度を転じて、伊勢を経由して、奈良へと向かった。その後は、苦戦が続き、最終的に秋家は5月に、泉境井裏、石津で、足利軍に敗北、戦死した。 大平記は、秋江が伊勢ではなく、越前に向かい、吉沢と合流すれば正気はあった。越前に合流しなかったのは、秋江が吉沢に手柄を取られてしまうことを嫌がったからだと記述している。佐藤慎一は、秋江、その父、北畠地下房ともに、貴族意識が強く、武士に否定的であったため、吉沢と合流することを嫌った。また、この時、 北畠軍の中にいた北条時行にとって吉沢は一族の仇であり、彼が合流に強く反対したため合流が果たせなかったと解釈した。奥富高行は佐藤慎一の見解について、北畠軍には吉沢の次男吉沖もいたことから、時行に吉沢への敵意、厭差はなく、時行が反対したとは考えられないと反論している。また、 大兵器の記述については、秋家は義沢に手柄を取られることを嫌がって、新軍の段取りを変えるような人物ではなく、さらに秋家は義沢よりも感触が高いことから、手柄を取られるなどと、そもそも考えるはずがないとして、明らかに誤りであると指摘している。義沢と秋家に対立があったかどうかについては、資料からは明確に読み取れない。また、越前へ向かう工程は何路であり、 ミ岸ギ夫は、その皇帝の困難さから越前に向かう選択肢は、考えられないと指摘する。奥富は、佐藤和彦の見解を、正国にかなり迫っていると評した上で、秋家は、わざと寄り道をして、足利の注意を引きつけると同時に、吉貞が拒兵する時間稼ぎをしたのではないかという、見解を示している。一方、ミネはむしろ合流を拒んだのは、吉沢の方で、 吉沢と北畠親子の間には、やはり、何らかの確執があり、両者は、不信関係にあったのではないかと推測している。さらには、吉沢がいる越前は未だ安定しておらず、吉沢は、上落よりも、越前の制圧、平定を重視していたとも考えられる。この当時、足利側の構成は激しく、連帯感も取れていた。佐藤和彦は、北畠近房は、 伊勢に勢力を持っており、勝利したと、敗、はい、疲弊していた秋江は、伊勢にある北畠氏と関連の深い諸豪族を頼る、ため伊勢に向かったと推測した。そのため、吉沢も秋江も、目の前の敵の相手をするのが、精一杯であり、互いに共同戦線を展開できるほどの余裕は、残されていなかったとも指摘される。最後翌延元三年、県部五年うる月日、は、 越前国藤島の東明寺縄手にて、柴田勝根が送った、細川では守る、格差交渉の軍勢と交戦中に戦死した。戦死した日時については、一般的には7月2日とされているが、峯岸澄夫は7月7日であるとしている。越前国で勢いを盛り返し、自ら経営上落しようと格索していた矢先の出来事であった。その戦死の天末は、 太平家に詳しく叙述されている。吉佐賀は、東明寺で負傷者の状況を見回っていたが、芝高常に所要を安堵された平泉寺の首都が、牢上する、藤島城で自軍が苦戦していると聞き、手勢50家を率いて、藤島城へ向かっていたところを、黒丸城から出撃してきた、細川では守る、格差交渉らが率いる芝軍三百と遭遇した。細川、格差勢は、 弓を携え、盾を持った勝ち立ちの兵を多く連れていたため、新田勢は直ちに矢の乱射を受けた。盾も持たず、矢をつがえるいても一人もいなかった、吉貞たちは、細川、格差の軍勢に、包囲されて、格好の的となってしまった。この時、中野総将が退却するよう吉貞に請願したが、吉貞は部下を見殺しにして、自分一人生き残るのは不本意と言って、 曹章の願いを聞き入れなかったという。矢の乱射を浴びて吉貞は落馬し、起き上がったところに未見に、矢が命中する。致命傷を負った吉貞は観念し、刑を立ちで書き切って自害して果てたという。吉貞の首を取ったのは、宇治へ主義国であった。去年38と伝わる。太平記では、吉貞の行動は軽率で、身を慎んで行動すべきであったのに自ら取るに、 足らない戦場に赴いて、名もない兵士の矢で命を落とした、とその死を、犬死にと評している。北畠近草の人道政党機でも、虚しく戦死したとし、上落を躊躇していたことがその死を招いたとしている。新田吉貞戦没伝説知少年時、義貞公募所義貞の子宮は、京都に送られ、太平記によると、朝敵の最たる者、武家の旧敵の第一として、 当時を引き回された後、獄門にかけられた。獄門にかけられた首を見た人々の中には、吉貞の恩恵を受けた人も多く、そういった人々は見るに耐えず、嘆き悲しんだのだという。なお、鎌倉幕府滅亡時に入手した聖は源氏類代の、下方である名刀機切れ、鬼丸もこの時足利氏の手に渡った。吉貞の死は、 足利家との武家の統領をめぐる一連の争いに終焉をもたらしたともに、南朝側にとっては北畑明家の戦死と相まって決定的な打撃であった。その死後、吉定の息子らも戦乱に倒れ、徐々に南朝の劣勢へと傾いていった。年月日不明ながら、吉定は南朝側から正任を贈員され、大納言の増刊を受ける。なお、江戸時代の明暦二年に、 この古戦場を工作していた百姓家兵が兜を掘り出し、福井藩主松平光通りに献上した。造眼が施された筋兜でかなり身分が高い武将が着用したと思われ、福井藩軍法師藩茨番右衛門による鑑定の結果、新田義貞着用の兜として越前松平家にて保管された。また、万治三年、福井藩主松平光通りは、 兜が発見された場所に、略王元年のルー7月2日、新田義貞選手このところ刻んだ石碑を建てた。このことから、この地は、新田塚と呼ばれるようになった。新田義貞の死から500年以上の地、明治維新の後、義貞ら及びその他南朝側の諸将は、朝廷のために尽くし続けた、中心、英雄として、再評価されるようになり、 明治15年8月7日に吉沢は、正一位を増位された。また、それに先立つ明治3年には、福一半次、松平重明は、新田吉沢のために新田塚に祠を建て、明治9年には、藤島神社として、別格官兵舎に列された。この神社は吉沢を主催神とし、彼の3人の息子、弟の脇屋吉助、及び一族の将兵を廃止している。 この時、吉定着用の兜が、福井松平家より神社宝物として建納された。兜は、明治33年旧国法に指定され、昭和25年の文化財保護法施行後は、国の重要文化財となっている。ただし、兜の実際に制作された時期については、甲冑研究家の山上八郎らによって、室町時代末期との鑑定が下されている。太平記においては、 前半の主人公の一人とも言える存在である。同僚の楠木正重がその計略を、陳平、長僚に例えられるのに対し、吉貞はその詳細を関心に例えられる。太平記ではその死について、造評に打ち取られた点を戦略的に批判されるが、京都の民衆や、実在不明の愛人からはその死を深く痛まれるなど、感情的には、同情的な論調で描かれており、 山本隆は巻二十全体が太平記成立時点での京都人の感情を反映し、吉貞を追悼して書かれたものではないかと推測している。鎌倉末期から南北朝の混乱の時代にあって、足利高氏の対抗馬であり、公敵種でもあったという評価がある。こうした評価は、足利氏よりの師匠、梅松論に早くも現れ、吉貞は義泣き名称として登場し、 同書中では、楠木正成さえも、軍事的才能については、吉瀬田に一目置いており、吉瀬田は、関東を落とすことは、被災なしと正重の口から絶賛される。高氏に仕えた武将が記した、源の武史州でも、県務に吉、吉瀬田、文奈に将軍ともに名称と、吉瀬田と高氏が同格の名称として、併称されている。山本は、歴史上の吉瀬田も、 関東の地形や北条軍の配置を熟知していたと見られ、特に、部外河原の戦いでの優れた差配が、現行の乱の関東方面での、古代五勢力勝利への転換点となったことを指摘する。その一方で、梅松論に登場する正重は、人望については、吉貞よりも、高氏の方がより多くを集めていると吉貞を低く評価する。この点について、山本は、 吉定には、戦は武士のものという鎌倉武士的な固定観念があり、区下大将と連携が取れず、また、自社勢力とのつながりが弱かったという弱点があったのではないかとしている。高等内氏剣武の乱で、張馬国に対する遅れた出兵について、太平記は、藤原幸房の娘高等内氏との色恋さ汰に、うつつを抜かしていたと助述し、 これゆえ正気を逃したと批判している。しかし、高等内史との色恋しさたにより出陣が遅れたことについては、太平記以外に明確な転居がなく、創作の可能性も高い。また、近年では高等内史の存在自体を疑問視する声もある。太平記では、吉貞が討ち死にすると、刑に残されていた。高等内史は、吉貞の首を見てその場で泣き崩れ。 髪を反り落として、二となり、吉貞の母提を弔うことに費やしたと描かれている。室町時代を通じて、新田氏は、朝敵、逆賊として、討伐の対象となった。吉貞の直系は、大江年間に吉宗の子、貞方が捕獲され、長子の定国とともに、鎌倉で処刑され、断絶した。ただし、貞方の諸子とされる、堀江忠司姓は、堀江氏と称し、 武蔵国稲毛に逃れたとする伝承があり、この堀江氏の子孫は、御宝城市に仕えた。さらに、別の書士と伝わる中村忠市長は、道の国逃れ、中村市と少子他とする伝承があり、この中村市の子孫は、伊達市に仕えた。書流として、藤沢市などが出たとされる。また、吉宗の書士とする、新田宗近の子孫も存続しているとする説がある。一方、 一族の岩松三鼓も吉宗のこと自称し、岩松氏の養子に迎えられたと称した。三鼓の子孫である岩松司令部下は、岩松氏の別流慶長下との争いを勝ち抜き、新田市の故地である神殿金山城を本拠とした。しかし、戦国時代には岩松氏は重心の横瀬氏に下国城されて没落した。日田一族の余良殿、徳川氏の光栄と称する、 徳川家康が関東に入部したとき、岩松氏の当主森住が召し出されて、新田氏の経図の提出を求められた際に、これを拒否したため、森住は徳川氏の直進となったが六高はわずか二十国を与えられただけであった。岩松氏は、森住の孫修順の代に、表面上は、新田宗家として、交代寄り愛の格式を与えられながら、新田氏を制とすることは許されず、 六高も百国加造されただけで、交代寄り合いとしては最低格の合計120国を、治行するだけであった。江戸時代、岩松氏は、交代寄り合いに準ずる家として細々と続いた。日田義貞高久尾塚、小田原市東町四号小田原東、高校前バス停近くまた、岩松氏の執権で、戦国時代に主家を下国上した横瀬氏も、正義、義貞。 吉宗の子孫を自称し、明治維新後に、新田市に複製している。明治維新後に、岩松氏由良市共に、明治政府に吉貞の子孫として認定され、新田市に複製した。いずれが、新田市の着流化をめぐって争った末、岩松氏が着流と認められ、家族として男爵に除されている。女系では、千葉市種室となった娘が、市種との間に万だねを設けており、 道種以降の千葉市宗家にその血統を伝えている。熊谷家電気の伝承によれば、坂部熊谷家の初代、熊谷貞直,直は、三河熊谷氏の祖である、熊谷直重の娘、時はと、日田義貞との愛の子であるとされている。義貞所用と伝わる42件筋かぶと、藤島神社像、ありがとうございます。